こんにちは。この動画では私シミュレーションが筑波大学中級部の選手の一人一人の素顔に迫っていきます。動画をご覧になっている皆さんから選手の皆さんへの質問を募集します。質問をしたい選手の名前、質問の内容を書いた上でここまでお待ちしております。それではスタート。スピードだったりとか、試合の中でのこのスピードだったり、プレッシャーの速さだったり、速さっていうものを求められることが多くて、そうですね、ここととの大学、東北大学の違いっていうのはそこが一番大きかったかなと思います。では、逆に大学で伸びた部分っていうのは何か自分で感じるところがありますか？もちろんこの筑波大学ではボールを扱う技術っていうのをもちろんこうやってきたんですけど、まあ、技術が少なからずちょっと伸びたと思うんですけど、その中でやっぱり精神的にタフになったというか、どんな試合でも自分の力を出せるというか、自分の心をコントロールできるように、まあ、少しはなったかなとは思います。はい、じゃあですね、数ある大学の中から筑波大学を選んだ理由を教えてください。まあ、特に筑波大学が良かったっていうのは自分の中であんまりなくて、監督にちょっと進められてなるほど。はい、監督がちょっと行ってみればみたいな感じでしてくれて、まあ、練習参加させてもらったのがきっかけなんですけど、まあ、そこで練習参加して、やっぱり自分の中でやっぱりちょっと感じるものがあったというか、魅力を感じたので、その1回目の練習参加でここに決めようと思いました。はい、ありがとうございます。高校時代は J ユースを倒すほどの実力である三菱弱サッカークラブでプレーされていましたが、その三菱弱サッカークラブの強さの秘密を教えてください。まあ、ユーマはその J の下部組織とか、こう高校の部活とはちょっとまあ特殊で、マチクラブっていう形なんですけど、まあ、その良さっていうのが、こう、まあ、僕たち、まあ、ユーマもこう技術ある選手も多いんですけど、みんな仲がいいというか、こうファミリーみたいな感じで、やっぱ明るいっていうのがやっぱ強さの秘訣というか、まあ、悪い時、いい時も悪い時も常に明るくみんな振る舞ってるというか、そうですね、それが多分一番の秘訣だと思います。はい、はい、わかりました。では次なんですが、玉城選手の今後の進路を今言えるところまででいいので教えてください。まあ、小さい頃からのやっぱ目標であるサッカー選手になるっていうことがやっぱ一番の夢なので、まあ、まだサッカーやれているので、まあ、今後もサッカー続けていけたらなっていうふうに思います。
それではここからは玉城選手の素顔に迫っていきます。玉城選手、好きな女の子のタイプを教えてください。ちょっと僕結構意外と多分天使関白なので、こうなんていうんですかね、陰ながら支えてくれる人とか、ちょっと僕よく喋っちゃうので、こう全体的に包んでくれるというか、包容力がある。はい、まあそうですね。はい、わかりました。じゃあですね、筑波の中級部の選手の中で一日だけこの人に変わりたいっていう選手はまずいますか？いや、いない。いないですか？じゃあ、じゃあこれは絶対決めてほしいんですけど、もし自分が、恋人にするなら選手の中で誰がいいですか？いや、いないです。いないですか？あえて言うなら自分、やっぱり自分でありたいっていうのはありますし、でもやっぱ世間では谷口っていう、みんなそこに行きがちなんですけどね、僕はやっぱりそんなに褒めてはない。なるほど、はい、じゃあですね、次の質問に行きます。もしサッカーを始めていなかったら、それか今していなかったら何をやっていたと思いますか？それか何をやりたかったとかありますか？僕のその実家の右の2軒先が診療所なんですね、はい、内科の、はい、でまあそこでよくこう病気だったりした時はそこでお世話になってたんで、もうトントンって2軒先行けばもうすぐ薬もらえたりとか、そんなんだったんで、はい、医者です。医者で、なるほど。シミュレーションも医者になりたいんですよね。私はなります。とりあえず、いや、そうですね、僕もそれと一緒です。はい、はい、近くに病院があるっていうのはすごいいいですよね。そうですね、実家の2軒先ですね、右の2軒先、右の2軒先、はい、よくお世話になりました。はい、では次の質問に行きます。ハマっていること、もしくはおすすめできる何かありますか？ハマっていることは、まあ、4年生になるとあんまり授業が正直今あんまなくて、まあ、家でずっとこう過ごすことが多いんですけど、こう昼間とかに、まあ、そのサッカー部の仲間とかだったりとか、あと、まあ、ちょっとカフェ行ってお茶したりとか、ちょっとカッコつけたり。おすすめの筑波の周辺のカフェとかあるんですか？いやー、今まだちょっと模索中なんですけど、まあ、ちょっと先の方にはあるんですけど、その名前は、名前はあんまり僕も定かではないんですけど、こう行き当たりばったりで行くので、カフェ巡りをするのがちょっとハマってるっていう感じですか？そうですね、はい、それでまあ外でおみんなで頼みながら話したりとか、4年ならでは時間ある時しかできないことなので、はい、すごくいいですね。いい時間ですね。はい、いい時間ですね。あとですね、次なんですが、自分が、試合中や試合後など言われて嬉しい言葉ありますか？まあ、褒めてくれるのも嬉しいんですけど、まあ、もっとできるぞというか、そうやってなんかこう、まだお前ならできるぞぐらいの励ましの言葉というよりも、そういうようなこう、なんですか、向上、人を奮い立たせてくれるような、そういう言葉の方が嬉しいですか、ね。では最後になりますが、ファンの方にメッセージをお願いします。いつも筑波大学を応援してくださってありがとうございます。今シーズンはまだ前期であまり筑波大学、筑波大中級部らしいサッカーは見せられてはないですけど、まあ、後期は何としても、
う負けることはできないので上位に食い込んで、インカレに出れるようにしっかり頑張りたいと思ってます、またぜひ筑波の試合に足を運んでください。応援よろしくお願いします。玉城選手ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回お楽しみください。バイバイ。手振ってください。次の2人はとっても明るい子です。お楽しみに。キュン、応援ありがとうね。でもちょっとお前の声ちょっとでかくなかった？いや、ちょっとでかかったよ。周りみんな見てたの？もしかしたら俺がお前の声しか聞こえてなかったのかもしれないね。